重大な発表があるということなんですが、はい、それとは一体何でしょうか。そうですね、今年1年をもちまして、プロ野球の愛媛マンダリンパイレーツサブロック宗介というものは一区切りさせてもらおうかなと、はい、思ってます。プロ野球選手を引退ということでよろしいでしょうか。そうですね、まあそう捉えてもらっていいと思います。はい、あまりやっぱりいろんな人にも迷惑をかけてやってきたことだったん で自分としても、先ほど言った通りですね、2回の先発で、一つ先発投手の権利となる5回を投げ切って勝ち投手の権利を得てマウンドを降りれたというところが一番やっぱこの一区切りさせてもらおうかなと強く、引き金となった一つの出来事だったんで、はい。あの非常にダサい感じで避けちゃったんですけど、それでもう僕は本当にやりきった感が強いですね今。じゃあ満足をしたということですか。もちろんです。もう満足しかないですね僕は、はい、僕はこういう経験をさせていただいたんでこうやって。すいません、太田プロスポーツなんですけど美容院はどこに行かれてる。何やってんだお前は。お前何やってんだよお前、ここで何しに来てんだお前。居場所なくなっちゃってるじゃないですか。あの美容院はどこで。美容院で行ってるわけねえだろ。すいません、野球 YouTuber です。すみません。いやお前じゃない、さっきの人だろそれ。あのサブロックモンキーズのベイベイ言わない方の相方の山内と言います。お願いします。何をしてんだよお前ここで。一応あの僕からも重大発表が何それありまして、今日は、うん、あの皆さんお集まりいただいたんですけども、11月の29日にですね、あの僕入籍いたしまして、はい、結婚しました。ちょお前がほっとくからだよ。おかしい。お前俺がいない間に何変な違うパートナーをお前見つけてんだお前は。それはそうだろ、人生のパートナーを見つけたからね。これ相方でしょ。全然苦しい思いしてないじゃないかお前。いや苦しい時を支えてくれたから結婚するんだよ。一番人生で苦しかったんだから。でも11月29日というのは一応理由がある。二人にも重要な日なの。分かるでしょ。どういうことですか。分かんないの。いやいや普通に11月29日俺が入籍した意味が。いやだから焼肉とか食べに行ったってこと。全然違う。全然分かんない。お前がモノマネしてるイースラの誕生日だろ。11月29日イースラの誕生日なんだよ。雨の日の試合で打席に立つ前の元日ハムイースラ。ビエ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 で